待って。うわ。いい香りします。ちょっと美味しい。暑いですよ。2枚目いかせていただきます、本当に。おほほほ、おいしそう、これ。これ。気づいたかな？おう、マスコさん。昔来たの覚えてる？それで、また近く来たから。2回やります。大丈夫、大丈夫。どうも。いいですよ。よし、覚えてます。覚えてるやん。もうね、10年前ぐらいなんだけど、あ、腰でいいですか？ロケで来た。うん、どうぞどうぞ。美味しかったから来たの。あ、どうぞ、今ご用意するんで。すいません、本当に。まずごめんなさい、コロッケグランプリ金賞4連覇。コロッケグランプリ金賞4連覇。もうありがとうございます。4連覇。これ味ついてるんですね、ぜひ1個そのまま。こういうのはね、そんなバカ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 最初からかけちゃダメよ。ちょっと行く、これ断面いった方がいいわよ。そう、ほらほら、むにむにむに。うんまっ。あたし、あのシャバシャバすぎるのがダメなんです。ああ、なるほどなるほど。このなんていうんだろう、もったりとしたベシャメル。わかります。何が分かるのよ。あの、めしゃめしゃすぎない方がいいっていう気持ちが分かる。分かります。これ連続で5つぐらいから始まるから本当に。じゃあオムライス、王道のオムライス。わ、ちょっと来ちゃったわよ、喋ってる間に。これすいません、そうなんですよ。真ん中からいっちゃおうかな。なかなかね、真ん中は普段はいかないけど、テレビ的よ。誤解しないでよ、これ家でこんな食べ方してないからね。私端から行くタイプだからね、ちゃんと。待って、ちょっとしっとり。うわ、あのね、なんて言ったらいいんだろう、その黄身、卵のトロトロからそのまま、そのままチキンライスがつながってる感じ。トロトロの部分とこのチキンライスがくっついて、くっ、境目がないのよ。私のこの貧困なボキャブラリーで伝わるかしら。うわ、おいしい。あ、そうですか。これ本当に最初に食べた一口から食べ終わるまで感動が消えないわね、このオムライスは。